こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。生徒さんのお母様っていうか生徒さんがたくさんお野菜を持ってきてくれたので、今日はとにかく古くしない間に、いただいたお野菜を、調理していきたいと思います。まあ、茹でるだけとかいうのがほとんどですけど、まずこの株の葉っぱね、こんなに青々しい葉っぱはもう食べないわけにはいきませんね。なので、株の葉っぱを湯がいていきます。あと、ほうれん草も茹でる、春菊も茹でる、という、まあ、ただ茹でるだけなんですけど、とにかく茹でます。この株の葉っぱは今日は、油揚げと煮浸しでいただきたいと思います。皆さんも煮浸し作って食べますか？まあ、ちょっとそんな、私すごい煮浸し好きなんですね。それを作ります。よくちょっと洗った方がいいですね。もうかぶはさ、このもう綺麗なんですよ、ほとんど。この小かぶ美味しそうだよね。このかぶどうして食べようかな。本当に美味しそうです。どうしよう。まあ、ぬか漬けに明日漬けるとして、ちょっととにかくかぶは、今日ちょっとかぶの甘酢漬けにして、それも食べたいですよね。こんな美味しそうな小かぶ。今日ちょっと酢の物にしようかな。美味しそうだよね。この3つはぬか漬けに明日漬けるとして、このかぶ、ちょっと酢の物にしましょうか。甘酢にあえていくといいものね。そう、うちで作っている、まあ、三杯酢、前ねお料理の先生に習った三杯酢があるんですけど、それに漬け込んでいきますが、まあ、今日はちょっと動画撮らないけど、自家製の三杯酢作ってるところをまた動画で撮りたいと思います。その三杯酢ね、作っておくとすごく便利です。美味しいんですよ。なので、その三杯酢の作り方を、近々動画にアップしますね。今日はもうそのできてる三杯酢で和えるだけです。3つじゃ少ないね。このかぶ。今お湯沸かしています。かぶの皮を剥いてしまいます。なんかこの、もう皮ごと食べられそうなかぶなんだけど、ほんと皮も綺麗だね。なんかスープにできそうだけど。なんかこの皮でスープの出汁を取ろうかな。あまりにもこの株がこう綺麗なので、この皮を使ったりして、ほんとまかない料理みたいだけど、この皮もったいないので、ちょっとこの株の皮と茎も使ってお味噌汁みたいにしちゃいます。これ入れてどうだって、これ美味しいよきっと、ね、株の方は こんな感じで切って、この株は明日ぬか漬けに漬けますね。冷蔵庫入れます。なんか人参も一緒にしようかなと思うので、どうせならこの野菜のスープにこの人参の皮も入れてしまいましょう。もうこの人参の皮も入れちゃう。
甘酢につけますね、三杯酢に。これ、人参とカブと入れちゃって、この昆布少し入れよう。昆布入るといいよね。昆布を入れて、この自分で作った三杯酢ここに入れちゃいます。これは千鳥酢で作った三杯酢。これでもみもみして、ちょっと物足りないかな、猫ぶだし、これをちょっと出して、ほんのちょっと出して、もうこれでいいよね、最高。ほら、これギュッと絞って、明日食べてもいいし、まあ、今日食べれたら食べます。もみもみして、これで冷蔵庫入れときます。お湯が沸いてきたので、カブの葉っぱ茹でます。ちょっと塩入れます。カブの葉っぱを茹でます。茎から入れました。わお、カブの葉っぱを茹でてる間に、今カブの葉っぱ茹でてる間に春菊もお掃除しておきます。春菊でも本当に綺麗にしておいていただいて助かりますね。本当綺麗にして持ってきてくださったんだな。土が全然ついてないんだよ。今順番に茹でてるんですね。お湯一つ大きな鍋で沸かしてて、それで最初にほうれん草茹でるとちょっと先に他の野菜茹でにくいから、順番にカブの葉っぱ、ほうれん草を、カブの葉っぱ、春菊、ほうれん草の順で茹でると一つの鍋でいけるかなと思ってます。はい、カブさん、いい感じ。これなんかいい匂い。カブは煮浸しにするので、葉っぱはさっと湯がいたのでもう揚げます。この茹でたお湯の中に次の春菊入れます。もう春菊もこんなに新しかったらさ、いろいろしなくてももう湯がいて美味しいよ。はい、カブ切ります。これはほんと新鮮な、こんなカブの葉っぱ絶対栄養価が高いよね。嬉しい。春菊をに茹でてる間にほうれん草洗います。はい、では春菊を、いい感じかな、もういいね、春菊あげます。あんまり葉っぱが残らないようにちゃんと取らないと。はい、そこにほうれん草いきます。ちょっと多かったので少しずつ茹でます。もうなんかお野菜がいろいろ来て幸せです。
この野菜ね、ポタージュにしようと思います。今湯がいたでしょ。ポタージュにするときはかえってお湯、鶏ガラスープ、鶏ガラスープ入れて、ちょっといいね、止めとく。はい、ほうれん草もいいから、子供たちがいるときはよくほうれん草のキッシュっていうのも作ったんだけど、二人だとちょっとほうれん草のキッシュ作る気しないけどね、誰かお客さんが来ないし。キッシュ生地も簡単なんですよね。ミキサー持ってきました。ほうれん草もいいかな。はい、ほうれん草も良さそうなので揚げときます。これ明日バターで炒めてもいいもんね。美味しい。はい、ではこの今ミキサーにこの野菜の、野菜くずですね、汁だけ入った、このカブの皮と人参の皮ですけど、茎とこれをコンソメ入れたやつをこのミキサーに入れちゃって、それで草にかけて入れます。ほうれん草、お水つけて、これ野菜のポタージュになったなにするために、これアクを取ります。この泡が出たからちょっとミキサーで、アクじゃないね、これ。ちょっと混ぜて。アクをちょっと取ります。はい、この野菜のポタージュに少しだけ牛乳を入れて、ちょっと味を見てみますね。うわ、ものすごい美味しい。ほんの気持ち、もう何もいらないの、やめよ、塩入れんのやめよ。すごい美味しいので、ここに、もう本当に美味しいのよ、これだけで。野菜のくずとは思えないのね。ほんと。ほんのちょっとだけ、バターこのぐらい、一かけちょっと入れて、これで終わり。少しなんか、そう、食べるときに、こういうハーブソルト、上にちょっと振って飲みます。ものすごい美味しいですよ、野菜くずなのに。はい、ではスープもできたし、このね、茹でたカブを使ってカブの煮浸し作ります。みんなどうやって料理するのかな。私は結構このカブの煮浸しが好きです。お鍋に火を入れて、サラダオイル
大さじ2杯1杯ぐらい入れます。そしてこの絞ったカブの葉っぱ、これを入れてきます。このなんとなく全体に油がなじむぐらい丁寧にちょっとほぐしながら炒めて、ここに油抜きした薄揚げですね、油揚げを入れて一緒に炒めます。日本酒大さじ2杯ぐらい、お砂糖、これ小さじなので、まあ、大さじ1杯ぐらいお砂糖入れて、そして醤油このぐらいだと2杯ぐらい、分からなかったごめんなさい。これで水分入ってないですよ、お酒しか。したら強火じゃなくてちょっと中火か弱火ぐらいで火を入れて少し待ってましょう。そしてグツグツ煮えてね、汁気が多く出てきたら意外とそれでも OK ですね。蓋をしてもいいぐらいです。こんな感じ。この鶏の手羽中半額でした。これをいつも私この鶏の手羽中が結構好き でこれに塩麹と柚子胡椒を入れて揉んでフライパンで焼くんですけど、まさかの柚子胡椒と塩麹が切らしていました。そこでこの茅の屋の生七味ですね、これね、そんな辛くなくて柚子の香りがしているので、この生七味を小さじ半分ぐらい入れて、この猫ぶだしでいいですね。猫ぶだしかけて、この醤油ぐらいの塩分が入っています猫ぶだし。それでこの鶏の手羽中を猫ぶだしとこの生七味で絡めて、これでね、柚子の香りが結構ついているので美味しいと思いますね。これをフライパンで焼いて食べます、今日のメイン。はい、煮浸しも OK ですね。いい感じに煮えています。ちょうどなんて言うんだろう、うっすら汁もあってて、ちょうど煮込んでいい感じになっています。はい、カブの葉と油揚げの煮浸し出来上がり。フライパンで、それで生協でこんなものがあってね、これを並べ、皮の方を下に向けます。これで表裏焼いていって、今日のメインは鶏の手羽中、それも半額でお買い得でしたね。ちなみに茹でた春菊とほうれん草は絞って、まあおひたしで今日食べたかったら食べてもいいし、明日ちょっと、春菊はもうおひたしでこのまま食べちゃいます。ほうれん草の方は残ったらちょっとバター炒めして食べたりします。これ、蓋します。そう、あといただいたチンゲン菜なんですけど、
2つぐらいは炒め物にして明日使います。それであとはやっぱり一緒に刻んでしまって冷凍してしまいます。スープに入れたり炒め物に入れたりします。冷凍でも全然 OK です。それは生の方が美味しいけど。はい、手羽中も焼いたの。生七味と猫ぶだしです。美味しいです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。